だからすごかったですよ。でも今回のロケで大阪好きになりましたね、僕は。うん、とっても良かったですよ。大阪の一番大阪らしいとこ行ったでしょ。そうです。言うたら、まあ、だから赤井があの辺で生まれてますからね。はい、うん、でもやっぱり、あの、なんで俳優さんも、レッツゴーのね、淳師匠とか、いろんなポイントでいろんな人出てくるやん、はい。あれも面白かったね、芸人も予算出てきて。俺はもう、ヨダ。ヨダさ、俺はもうあれ面白かったわ。ヨダプロデューサーね、研究してんですよ。いやいや、それは、いや、淳師匠も、まあ、非常にこんなん言うの お上手やしね。上手ですね。うん。まあ、いや、ジェイさんが、まあ、監督が、関西弁を喋る人じゃなきゃ絶対ダメだっていうすごい条件があったわけですよ。これ意外とちょっと実はハードル高くてですね、あ、師匠こっちに取っとけばよかったと思うぐらい、ちょっと、ええと思った時にいろいろこう、調べたらいらっしゃったんですよ。いやいやいや、ほんで、それ断密も使いですよ。うん、ね、うん。それからあの人も最初、関西弁ちょっと喋らせてたやんか。うかつさん。でも、うかつさんあんまり。いやいや、そりゃそうや。そんなもん、もうちょっと、関西弁できないところを無理やりやして申し訳なかったなと。申し訳かわいそうや。せやけど、まあまあよかったやん、うかつさんね、うん。ポイントでうまいこと使うな、あれ。それはもう、プロデューサーですよ。ちょっと、石丸さん、それからあれやんか、ね。滝藤さん、うん、愛之助。愛之助さんはね、監督が。愛之助さん、ちょっとやらしすぎやったんちゃう最初。愛之助さん、師匠に出ていただいたら、私は赤になりたい。はいはいはい、はい。でも出ていただいて、はい、ちょっとああいう歌舞伎の方のああいう方にやってもらいたいなと思って、お電話して、うん、直伝で言うたい。そう、出てほしいと。ほんならどないだ。いいですよ。いいわよ。いや、いいですよ。どういう曲ですか。いや、こういう原作の話で、実は言うとね、ってお姉の役なんだと。うんうん、まあ、あなたができると思うから、とお願いしますって。まあ、わかりましたって、もうすぐ。うん、これもあの人をやってよかったやんか。いや、すごい。偉いすごいことですよ、あれ。今の歌舞伎界にとって愛之助は必要な感じになって、あれもともと松竹芸能ですからね、愛之助さんは。ねえ、伊勢太郎さんの部屋子ですからね、もともと松竹芸能子役でしたから。ああ、うん、俺と同じなんですよ、松竹芸能。ああ、そう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 。ああ、そっから言うたら歌舞伎の方へ行ったの。よかったやん、愛之助さん、あれでくっきりはっきりやん。愛之助はどんな顔やでも分かるやん。いやー、でも本当途中から愛之助さんの人気がすごかったですね、やっぱロケやってても。ああ、そう、うん、で分かるわけ。分かりますよ、やっぱり。もうみんな黒崎、愛之助ってラブリンか黒崎かっていう、うん、いやー、すごいよね、考えたら。